北川光雄は、日本の実業家。新日鉄ソリューションズ株式、会社代表取締役社長を務めた。東京都出身。1969年、一橋大学経済学部卒業、富士製鉄入社。1993年、新日本製鉄大井田、製鉄所総務部長。1995年、新日本製鉄、新素材事業部企画調整部長。 1997年新日本製鉄原料第2部長2000年新日本製鉄取締役原料第2部長に昇格2003年新日本製鉄常務取締役2006年新日本製鉄常務執行役員2007年から新日鉄ソリューションズ代表取締役社長を務めシステムインテグレーターとしての競争力強化のため 基盤的情報技術の全面的な刷新を進め、最高益を実現するなどした。2012年新日鉄ソリューションズ、取締役相談役に退いた。AB、代表取締役及び、役員の移動に関する。お知らせ新日鉄ソリューションズ2007年3月1日。AB、インタビュー新日鉄ソリューションズ、代表取締役社長。 北川光雄星ユーザーの指す導入は当然の流れ。ただし、コア領域はスクラッチ型が、主日経コンピュータ第696号2008.21、スマート革命11トップに聞く、新日鉄ソリューションズ社長、北川光雄星日刊工業新聞2011年1月25日5時、IT 基盤技術を全面刷新競争力を高めて、成長加速へ。 新日鉄ソリューションズ社長、北川光雄週刊、b c n 2 0 0 7年9月17日ボリューム1203、代表取締役の移動のお知らせ2012年3月2日、新日鉄ソリューションズ株式会社。ありがとうございます。